はい、袋駅長です。今回の動画はね、株メンテです。リアブレーキシューの交換をします。ぜひ最後まで見てってください。引き抜くときね、意外と難儀したんで、メインスタンドにかます木片なんか用意するといいかもしれないです。よっこらしょっと、でドラムの中はクリーナーで洗浄してね、あと金属の当たる部分は、グリースしました。ダンパー結構傷んでますよね。この動画のね、ハブダンパーの取り付け方、これ間違ってて、金属の出っ張ってる部分にかぶせるような感じでダンパーを設置します。後でなかなかつかないんで気がついた次第です。あとね、もう一点ね、シャフトがね通りづらいんで、チェーンカバーとねチェーン外した方がいいです。
後から気が付いて、それで30分ぐらい時間飛びしちゃいました。あとね、シャフト通すときにね、メガネレンチの頭かなんかでコツコツ当てていくと案外通りやすいです。ですね、使ったブレーキシューはですね、北湖製のノーフェードブレーキシュー SH-5N という商品です。これが純正のやつですね、交換したやつ。それとですね、ダンパーはですね、このハブダンパーは、これは、どこだろう、K-PITさんのやつですね。あと、このクリーニング用にパートクリーナー、これはね、AZ さんのやつ。クレアさんのシリコングリースベイトを使いました。実はですね、前輪の方の、ブレーキシューも交換したかったんですけど、ちょっと時間がなくて今回は、リアだけにしてきました。また今度見てくださいね。